こんにちは。令和二年七月八日水曜日のビデオメッセージをお送りします。今日お話しするのはこの本のことです。新潟日報でこの度出版されたあの横田茂さんの追悼の写真集です。でこれにはあの本当にまあさすがに新潟日報ですんで。 ずっと今までですねあの、取りためた写真とか、いろんな資料を載っけておられまして、まあ、すごい中身が充実したものだと思います、でえーまあ、見ていて、本当にあの昔のことをいろいろ思い出してですね、えー、改めて申し訳ない気持ちになっているんですけども、この本の中で、実はあの2枚、非常に気になる写真がありました、1、えー、つはこれです。えー 昭和52年の11月16日、拉致をされた翌日ですがあの、この松林の中を捜索する警察官の姿が映っています <laughs> で通常あの、誘拐事件というのは警察があの動いていることをですね少なくとも最初の段階では、えー、察知されないようにするということが前提です。 でえー、そのためにあの、いろいろ警察官も偽装してです、ね、ご自宅に入ったりする、ところがこの恵さんの拉致のはもは、えー、もう翌日の朝には県警の機動隊員が何百人も出てです、ねえー、付近の捜索を始めていたと、だからこの写真もその一環だろうと思います。 でえー、16日の時点でもうこうなっていたということは何を意味するかというと、もう最初からおそらく、えー、営利目的の誘拐とか、そういう可能性が低いというふうに思われたからだろうと思います。でそれは逆に言うと、何なのかというと、拉致ということを実は分かっていたのではないかと、現場でこうやって歩いて捜査している、えー、捜査員の人たちは分からなかったかもしれませんけどもおー、気がついていたのではないかと。で えー、もう一枚の写真というのは、この写真なんです、同じ11月の16日の、まあ、記者に対するブリーフィング、えー、新潟中央署で、ですねここで、えー、資料を持って話しているのが、当時の松本滝夫署長、そして、えー、この文を書かれた、この文はですね、あのこういう怒りのバトンをつないでいくという、あのー、文で。 書かれたのはの、新潟日報の社長です、えー、と小田敏蔵さん、あの社長が書いてるんですが、この写真の中の右から3番目の記者さんが、えー、当時まだあの若かった小田現社長とのことです。であの、この松本滝夫所長はですね、その後、もうあの時から分かってましたということを横田さんご夫妻にお伝えをされてます。 えー、平成20年の11月15日、新潟市で行われた集会ですね、これはの、新潟日報などもお主催者になったかと思うんですが、えー、このお公園にです、ね、行っていたあ横田さん、えー、ご夫妻のところにです、ね、松本さんが来られて、えー、そして、えー、このように言われた、えー、いなくなった時からあの人たち、つまりこれ、北朝鮮工作員ですの仕業だと思っていた。 ずずっっと表に出せず申し訳なかった私が生きている間に伝えたかった、えー、と語っていたということです。で松本さんはその後、ぶっこされておられますが、この時だけこの話をされていて、ああ親しかった記者にも全く話はしていなかったということです。でえじゃあ、なんであのとこのこれに乗っかった写真で、 しているのかとこれはあの、まあ、あの通常、ですね、えー、誘拐事件、まあ、特殊な事例ですからあの公開捜査になるまでは、えー、報道管制が敷かれるわけで、まあそれを、しかしその代わり、こういう事件であるということの説明はしていくと。 いうことだったんでしょうけどもおそらくだ、から松本さんはこの時点で、ひょっとしたらあの誰か気がついてくれよということを何か示唆する言葉を言っていたかもしれないです、まあ、だけど、中学校1年生の女の子ですから、まあ、通常の誘拐という、あるいはです、ね、事故というふうに考えるのが普通なんで、まあ、記者さんたちもそこまではさすがに気がつかなかったんだろうというふうに思います。でえー、まあ、前ににも申しましたように横田めぐみさんのの拉致事件事件件はこ当時から えー、もう少なくとも政府の中枢では、これが北朝鮮による拉致であるということは分かっていた、でしかしその後、20年間、これを隠してしまったということを申し上げてきました、この新潟日報の写真集の2枚の写真というのは、やはりそれをですね、あ,のある意味、裏付けるものではないだろうかというふうに思っております。えー 最初のところで、まあ、もう本当にあの松本さんはじめ、何人かの現場の方は非常に悩んだんだろうというふうに思います。で、まあ、あるその記者さんの話では、あのもういろんな可能性をともかく潰して、もう拉致しかないというふうに持っていきたかったんではないかとかです、ね、そういう話をされた方もおられました。 えーまあ、これはもうどんな世界でもそうですけども、やっぱりこう現場で悩み、苦しんでいた方々がいたと、で,、まあ、できればその中央でもそうやって悩み、苦しんでいた人がいたと思いたいですけども、ともかく現実にはこれをずっとです、ね、隠し続けてしまったというのが日本の実態です、えー、これはです、ね、めぐみさんだけの,の事件だけでは当然あるわけないわけで。 他のラッシュ被害者特定失踪者の事件でも同様のことが行われていたとしか思えません、えー、それを明らかにするというのは、まああの、なかなかしんどいことなんですけども、警察なり政府の内部からこういう情報ってなかなかもう出てこないと思います。えー、我々々民間ののの手でで外かかららあるいいはマスコミの方々の力で、えー、明らかにしていってっ で一体これが何だったのかということを知ることが必要ではないだろうかというふうに思っている次第でございます今日はあの新潟日報の写真集から題材にしましてお話をさせていただきましたありがとうございました